今日はですね、うちの若手の女性スタッフと、はい、とあるところに向かっております。はい、キエです。アミです。はい、キエちゃん、アミちゃん。はい、久しぶりですね。堀江来る？よく。あ、よく来ます。あ、よく来る、はい、近いね。いいよね、堀江、はい、いい街よね。おしゃれです ね。で、僕が今大注目してるとある美容室の女性オーナーさんに今から会いに行きたいなと思います。知ってますか、かおりさん。インスタで見たことある？インスタで見たことあるよ。ちゃん、私もあります。ある、あるよね。ちらっと見ました。なんか最近、うん、最近なんかようインスタのリールで出てくるから、うん、なんかなんか音楽がずっと残らへん、うんうん、わかる、はい、いつも使ってる音楽あるよ、はい、どんな人かっていうと、大阪の、まあ、300人ぐらいの美容室で、歴代最高売り上げを3年連続やってた人なんて。すごすぎる。すごくない、はい、そう。で、お店出されたんですか？で、そうそう、で、お店を、まあ、お城みたいな美容室っていうコンセプトでされてるお城、ツインテール。はい、ツインテールのね。インスタからはちょっと伝わってきますね。そう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 。すごいキラキラした感じの。だってさ、キエちゃんとかもさ、まあ、スタイリストになってさ、はい、やっぱこう、なんか、男性オーナーやからさ、うん、なんか女性オーナー目線の話とかめっちゃ聞きたくない？はい、はい、聞きたいですね。そうそう、アミちゃんとかもね、もうデビューや。はい、デビューした、したな、一応したな、はい、あっせやな、はい、ほんまや、アミちゃんデビューしたやん。ありがとうございます。ほんまやごめんデビュー、あっせやな、もうせやな、もう時間が止まってるわ、はい、そうですよね。そうそうそう、4月から。そうそうそう、はい、そう、売れてる女性スタイリストの人ってどういう動きしてんのかってめっちゃ知りたくない？すごい気になるよね。え、はい、なんか今日はその辺を掘り出していけたらなっていう感じで、はい、うん、到着しました。はい、おー、これ全部なんやね。うん、なんか1階がカフェなんよ。そうで、カフェ兼美容室でやってて、じゃあ早速入ってみましょうか、うん、はい、はい、じゃあ入ります。これは行ってみる。はい、おー、こんにちは。めっちゃ久しぶりっすね。おー、いや、綺麗。こういうとかも、いや、思いました。いつもかわいい。女子が好きなやつ。かわいい。今日あれやから、撮影やから、より綺麗に掃除したんだよ。はいこれ美容室オーナーあるある。ちゃんと明日撮影来るからね、隅々までやっといてなって絶対ね。マジぜひぜひお城ですね。はい、見てください。やばい、大変なんですよ、この城を。はい、この城のところ。そうそう、城はほんま、うん、めっちゃ綺麗。あ、本当？ちょっとじゃあチラッと見させてもらいますか。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。なんかね、ちょっとまたちょっと、うん、ちょっとちょっとナチュラル寄りな感じ。あ、そうなんですよ。なんか下はどっちかというと、うん、あの女の子って感じのメルヘンな感じにしてて、メンズのお客様も多いので。あ、なるほど。こっちは男性。メンズの、はい、方はいいね。こちらで。ちゃんと抜けた感じでね。そうなん、自然光も結構入るので。めっちゃ自然光入ってる。そうなんですよ。あ、アミちゃん。はい、あ、アミちゃん、アミちゃんです。アミちゃん、お願いします。ダブルアミちゃんで。うちの店長。店長、あ、はい、ヒデさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。と幹部の萌えです。萌えさん、よろしくお願いします。お願いします。なんか僕がこの空間にいていいんかなっていうこんなゴリラが。なんか香里さんの前前職でいらっしゃった会社で、はいはい、まあ、過去歴代最高売上を作って、はい、まあ、それを3年間ずっとされてたっていうところで、はい、まあ、こう女性スタイリストとしてこうなんかこう売れる秘訣いろいろあると思うんですけど、はい、なんかそういうところを今回ちょっとあのうちの女性スタイリスト、若手女性スタイリストのために、はい、香里さんからちょっと教えていただきたいなと思って。なるほど、なるほど。そう、なんか何が一番こう秘訣としてありますか？秘訣としていろんなまあことはあるんですけど、うん、まあ、3つ絶対そのお客様との時間の間で、うん、あの意識していることがあって、うんうん、1つは、まあ、お客様を知ることと、うんうん、あの共感を得るところ、うんうんうん、まあ、3つ目がまあ、なんかその中でカウンセリングしてるとかスタイル作るって中で、うんうん、なんかどうしてもやっぱ履歴的に今の時代難しいとか、うんうん、まあ、似合わせ的にって思うところで、それをなんかこう伝えることって美容師さんしてるとは思うんですけど、うんうん、その伝えるところっていうよりは伝わるところっていうところまで、うん、あの落とし込むっ
ていう、この3つを絶対やるっていうのは意識してます。そのね、なんか伝わるかどうかっていうのめっちゃわかります。伝えてるつもりやけど伝わってないっていうことが大体ほとんどやと思うんですよ、うん。まあ、そういうのまとめるとやっぱり、まあ、最初の、うん、まあ、お客様とご挨拶して、まあ、カウンセリングは結構大事かなと思うんですよね、うんうん、なるほど ね、 ね、やっぱりカウンセリングか、うんうん、まずね、まず、はい、香里さんね、僕もインスタで見まくってるんで、もうね、嬉しいです。さっきも話してたんやけど、はい、もうあの音楽が、音楽、音楽もうね、もうあれはもう香里テーマソングになってますよ、はい。いや、いい歌ですよね。そう、あれがもうずっと頭に残ってて、まあ、よく出てくるじゃないですか、はい。だからこうヘアセットとかアレンジとか、はい、まあ、技術的な部分だから今日ちょっと技術的な部分もちょっと聞きたいなとかも思ったんですけど、はい、やっぱり今カウンセリングっておっしゃられたんで、はい、なんかこうカウンセリングを実際こうロープレでやってるとことかって見せてもらっていいですか？あ、全然全然、まあ、せっかく女性来てるんで、はいはい、そうですね、はい、お願いします。王者のカウンセリング食らいたいか、はい、王者、はい、くらいなさい、はい、お願いします。いいですか？お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、じゃあ早速、はい、カオリさんよろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあいつもの感じで、はい、カウンセリングさせてもらいます。なんか嫌じゃない、この後ろに全然僕いないものやと思って考えて、はい、では、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アミさん今日は担当させてもらいます、カオリです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、メニューはカットと、はい、カラー、カラーで、カラーで、カラーってちょっといいですか、はい、失礼します。カラーって、ま、ブリーチはね、そうですね、綺麗にされてますよね。4回ぐらい、多分4回、3、4回、あ、3、4回意外と、はい、意外と結構してます。なるほどなるほど。前はなんかちょっと暗めでちょっとくすんだ感じにされたんですね。そうですね、前回は、うん。今日はなんかどんな感じにとかイメージとか写真とかあったりします？写真ないんですけど、はいはいはい、ちょっと明るくしようかなと。あ、今より明るく、はい、ってことはブリーチはもう今日はしてもいいかなって感じですか？できますかね、4回。あ、でもできます。今こう触った感じではいけそうなんで、うん、まあ、優しめのなんかバチバチにこう抜き切るっていうような感じのイメージ。ちょっと待ってバチバチ、いや、そうなんよ。わかるわかる、はい、関西人言うのよ。はい、親しみやすさを。そうそうそう、でもなんか今僕ちょっと途中で聞いて思ったんですけど、やっぱりブリーチの回数とかもちゃんと確認してるし。そうです ね、 ね。で、 あとは前回何を入れたかっていうのを、うん、あ、この人も分かってるなって思わせる一つのポイントかなと思うので、なるほど、前こんな色入れたんですかとか。だからそのもう予測して今現段階を見て先にも言っちゃって、はい、この人すごいってなる、はい、なるべく言わせないっていう。そう、お客様が言う前に、あ、もうそうなんです。あ、そうそうそう、そうなんです、もう3回ぐらい言わしたらもう大体こっちのペースになってくるって感じですよね。はい、はい、色味的にはなんかその明るいって言ってもいろんな色味があると思うんですけど、ベージュ系とか、まあ、そのくすんだような色とか、まあ、ミルクティーだとかピンクだとかいろいろあると思うんですけど、そういう色味はなんかどんなにしたいとか決まってます？うーん、あんまり決まってない。明るくしたい。あんまり決まってない。明るくしたい、はい、なるほどなるほど。多分じゃあくすみ系とかなんかブルー系とか寒色入れちゃうとちょっと暗く見えちゃうので、明るくしたいってところが一番であれば、ミルクティーとか、あの、暖色、まあ、ちょっと薄めたような色味がいいかなと思うんですけど、まあ、とりあえず抜いてみて、なんかどの辺ぐらいまで抜けるかっていうのはちょっと気になるところなんで、まあ、まず優しめでブリーチしてみて、まあ、この見た感じはスカッと抜けると思うんですけど、なんかそれ見て、ちょっとこういう色しましょうかって写真とこう共有しながら、やってきます。はい、それでお願いします。はい、はい、お願いします。カットはちなみにもう全体スタイルチェンジみたいな感じで変えます？なんか揃えるぐらいとか。揃えるぐらい。揃えるぐらいで、はい、かしこまりました。まめに切って貼りそう なんか感じですね。そうですね、うんうん、1ヶ月に1回ぐらい、ね。まあ、この横から見たフォルムがあのちょっとこうここがやっぱ重みとなんかこうポテッとしてきてるので、ここってショートみたいな感じでこうくびれがキュッてある方がいいのか、なんかもうこのボブみたいな感じちょっと伸ばしたいみたいなのもありますか？伸ばしていこうかなと。あ、じゃああんま触らない方がいいですよね、はい、そうですね、うん、OK です OK です。まあ、色味でかなり今日は変わると思うんで、はい、担当させてもらいます、はい、綺麗にさせてもらいますので、お願いします。はい、
バチバチに決めます。決めた。すごい。お願いします。はい。なんかまあカットのところでも、まあ、あのそのショートでもそのくびれるのかボブ寄りなのかで結構フォルム変わってくるじゃないですか。はい、その辺もなんかちゃんと確認してるなっていう感じで、はい、僕どういくんかなと思ってカット、はい、ちょっと悩みますよね。そう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 、伸ばしてるのか着ていいのか。そうそう。であとカラーの部分に関したら、まあ、僕が思ったのはやっぱりその結局ブリーチやるときってアンダーによって出る色が変わってくるんで、はい、一旦抜いてから僕も決めるんですよ、ね、はいはいはい。だからなんかそこも一緒やなっていう感じで。そうですね。なんかカウンセリングで最初にもうこれって決めすぎない、うん、あのこういうあんまりもやってしてる方とかに、はい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 、確かに確かに、はい、ちょっと、ね、今のお客アミちゃんのお客様はちょっと優柔不断な、はい、なんか結局何やりたいのか決まってないけど漠然と明るくしたいみたいなお客さんでしたよね、はい、そうですね。結構私それ多くて。あ、そうなん、はい、自分がお客さんで行く時もそうやったり、自分で行く時も何も決めずに意外着るのとかも。そうなった時にやっぱりスピード感があったんで、はいはい、そういうお客様ってもうこっちが美容師側が不安になっちゃってたら、ね、マジ一生カウンセリングしてるから終わらない。もう僕もうほんまインカムでもう何何20分経ってるけど大丈夫カウンセリングインカムで言ってそうですよねいつまで決めてんのみたいなね、うんうん、ケイちゃんケイちゃんケイちゃん、はい、じゃあケイちゃん今、はい、見ててどうやった、はい、そうなんですっていう言葉やっぱりあんまり聞けてないなって。やっぱり聞いちゃって、あのその前から何々してましたみたいなことをよく聞いてるから、私もそれ言えるようになりたいなって思いました。今でもすごいなって思いました。だからなんかそれはもう先読みして、多分もうね、うん、ブリッジワークのプロなんで、だ多分もうそれ全部分かってるから先読みして言って、はい、あこうなったらこうなりますよね、はい、あそうそうそうなんですみたいなのが回数重ねていくといいよっていう感じです、うん、はい、分かりました。次はケイちゃんだぜ。はい、ありがとうございます。はい、はい、香里です。カウンセリングさせていただきます、はい、お願いします。はい、お願いします。なんか今日はカット、はい、カラーですかね。カラーで、カラーで、はい、なんかやりたいスタイルとか、はい、あ、イメージとかは決まってきたんですけど、すこんな感じの結構ハイトーン、なかなか今日変わりそうですね。はい、パーマですよね今されてるの。パーマとちらっとここ見えるんですけど、あのブリーチもしてはる。毛先以外はもうこの部分は全然何もしてない状態なんですかね、うん、あ、そうです。カラーはもうここだけなんで。はい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 。あの地毛です。パーマは最近いつされたんですかね、はい、割と最近、11月ぐらい。11月。なるほどなるほど、はい、結構持ってますね。そうなんですよ、ね、はい、何回もしてます。あ、そうですね、1回当ててなんかかかり悪かったんでもう1回重ねてしました。なるほどね、はい、なんか履歴的にこのパーマもして、はい、毛先ブリーチも多分これ残ってはるかなと思うんですけど、はい、ここがね一番怖いなーってところなんですよ、うん、多分こことかは割と抜けると思うんですけど、この髪の体力がここ怪しいので、もしかしたらちょっとこう断毛したりとか、あのまあ毛が持ったとしてもここだけ色がちょっと入りにくかったりとか、うん、この履歴の違いで、うん、あの違う色に発色してしまうっていうことが予測されるんですけど、うん、その時ってこのブリーチモンとこだけちょっと切るとかはどうですか、ありですか。あ、全然切っていいです。助かります。あ、はい、いいですか、はい、これね、これ結構最初に言っとかなダメなんよ、はい、これもう絶対言いますよね。そうですね、怖いところはもうできるって言わない、断言しないっていうのは、うん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 、ね、大事ですよね。そう、多分毛先だけもうね、まあの、はい、ポーラス毛になってしまう可能性が絶対あるから、はいはい、そうですね、まあ、ここ伝えんの結構ポイントですよね。そうですね、今がこのもう真っ黒の状態なんで、はい、とりあえず今日はブリーチ2回はいるかなと思います。1回だとね、はい、どうしてもこの履歴をバーンってあの探るっていうところ、この毛先はまあわかるんですけど、うん、どんだけ抜けるかって多分この中間が抜けにくいと思うんで、うん、1回ではそこまで抜けきれないと思うんで、うん、まあ、2回目で、まあ、1回目抜け切ったところはあのもう弱めにして、全部2回バーンってやるんじゃなくて、うん、あの抜け切ってないところ2回目するって形で、うん、まあそのベースがどこまでいけるかで、うん、今日そこまでいけるかちょっと手前になって、うん、もう1回あの、うん、来ていただくっていう形にもしかしたらなっちゃうかもなんですけど、うん、とりあえずブリーチであの色見てみて決めるって形でも大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。はい、はい、じゃあカットはまあ、このね危険部分ぐらい
なんか他、量取りたいとか、こうしたいとかはあります、うんうん、やっぱりブリーチしたらパーマなくなっちゃいますか？ね、なくなっちゃうってことはないんですけど、履歴はずっと残るんですけど、だれちゃうっていうところはあるかもしれないですね。うん、パーマって髪の内部にこうしっかり、こう芯がないと再現されないんですよ、このカール感が。なんで、そこがちょっとダメージで、だれーんって芯のない状態、痛みすぎると髪の毛ってこうビヨンビヨンビヨンってこう芯のない状態になっちゃうんですけど、まあ、2回ではそこまで今の髪のダメージ的には、全然ここ触ってないじゃないですか、はい、なんでそこはちょっと大丈夫かなとは思いますけど、今ほど元気にくしゃくしゃとはならないかもしれないです。スタイリングはやっぱり必要かなとは思いますね。なるほど。じゃあだれたらやっぱり前髪長くなるんで前髪切っていただきたくて、はいはいはい、あとここの切ったら結構上がります？上に。いやでもね、この下もね、襟足の部分って、一切もうないんですよ、このキンキンのとこが。あ、はいはいはい、なんでここのベースが変わんないんで、長さ的にはそんなに今と変わんないかなと思います。ただやっぱこのちょっとここを切ると段が入ったような、トップがちょっと短く見えるっていうか、ちょっと軽さが出るっていう感じですかね。ベースは変わんないと思います。なるほど。伸ばしてあるんですか？ちょっとまあ伸ばしていきたいなって感じはあるんです、そこはなるべく切らないようにっていう風にはさせてもらいましょうかね。あ、はい、わかりました。ご安心ください、はい。まあ、とりあえずじゃあ抜いていきましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、感じですかね。まあ、危険ゾーンはやっぱり絶対伝えてますね。そうですよね、なんかそうなってしまった時に、はい、こうなっちゃったんでって言われたら、なんでってね、お客様からしたら、なんかやっぱブリーチマークって結構こうリスク多いじゃないですか。はい、めちゃくちゃ。やっぱブリーチやる時ってね、最初の説明がめっちゃ大事なんで、そうなんですね。だからその2回やった時に、あ、まあ、2回かもしれないし、もう一回ブリーチ一発かぶせないとこの発色が出ないかもしれないみたいなことまでちゃんと全部言ってたんで、はい、これが結構、まあ、若手の美容師さんだと曖昧にしててそのまま進めちゃって、でも2回でこれなるって思ってたんですけど、あ、でもちょっとごめんなさい抜けなかった、いやいや聞いてないですみたいな、じゃあもう一回やるに料金かかるとか、はい、なんで高くなるのみたいなクレーム、まあ、クレームっていうかそのね、不信感、そうそう、不信感が募ってくるんで、はい、その辺を多分伝えれてるのが、あ、やっぱ大事なんやなって改めて思いました。はい、はい、そうですね。なんかこう技術で、まあ、私言うんですけど、スタッフにも、なんか技術でお客様を毎回毎回ご来店時に 100% 満足させて返せれると思うっていう部分で、私は毎回100点はやっぱちょっと自分的にはね、難しいなって。まあまあ、技術で 100% の仕事はしますけどね。はい、するけど、するけど、それでお客さんが絶対に毎回100人中100人を満足して、100% 満足して帰ってくれるかって言ったら、まあ、技術っていう部分では、やっぱね、絶対何か、って思うところは感じさせてしまってるかなって思うんですよ、技術では。で、けど、私を選んで、まあ、スタッフを選んで来てくれてるのって、まあ、お客様が許してくれてるから、はいはいはい、そうっすよね。いうところで、でも接客って 100% 満足して返せれるかなって思うんですけど、そこをなるべく埋めて、まあ、技術 100% 接客 100% は難しくても、接客は 100% 満足して、あ、やっぱ香織さんやなって思われるように、返したいっていうところで、はい、意識してます。もう、はい、現実的なんでしょうね。いや、ほんと現実的。これなんか両方絶対その、やれるって、を信じてやってる人いると思うんですけど、はい、でも僕よく言うんですけど、あれもこれも全部っていうのは絶対できないから、はい、自分の中で絶対譲れないポイントっていうのをやっぱり作っとかないと。で、僕ももちろん接客なんですよ、接客とかそのお客様に対するこう気持ちとか誠意とか、はい、そういうところだけ絶対忘れたらあかんでっていう、はい、ね、それはシャンプーのうまい下手だって絶対あるもん。そうなんですよ、絶対あるもん、ね、だって、ね、そうそう、好みあるし、そうですよね、ね、今日はいいって思ったけどめっ
っちゃ100点と思って帰ったけど、家帰って周りの反応、周りの好みまで全部なるから、それに言われた瞬間に心の満足度が 10% 減ったりとか、はい、まあそれはね、絶対多少なりともあるから、やっぱりその辺をね、100% だって言い切らないところもまた、なんか一つ、粋だなと思いました。ありがとうございます。勉強になりました。こちらこそ勉強になりました。どうでした？今のお二人さん、聞いてて。すごいね、すごい勉強になりました。何が一番こうブリーチワークとか危険がやっぱ出る時に説明するのがちょっと難しくて、分かってるけどそれをお客様にも説明して理解してもらうっていうところがすごく私の課題なので、そこの工夫とかなんかあれば、なんかその嫌な気をさせずにちょっと危ないですよって言って、これは、いい方法があるんです。いや、いい方法があるんですけど、多分まだその数がねっていうところで、スタッフとか、日頃接する人に対して、これって自分って伝えてるだけなんかな。これ、相手伝わってるっていうのを常日頃意識して動くんですよ。したら、お客様だけじゃなくて、スタッフに対してとか自分のね、そういうプライベート の、 人間関係の部分でもこう客観的に自分の伝え方っていうところが見えるので、私は常にスタッフに対してそこをめっちゃ深掘りして、あこれ伝わってなかったな、じゃあ言い方こうしようとか、そこで自分で経験というか勉強をして癖づいてきたかなって思いますね。なんでお客様だけじゃなくて日頃を振り返ってなんか意識してやってみると、なんかめっちゃ勉強になることとか、スタッフ同士の話とか聞いてみて、あこれ絶対伝わってないでとかいろいろ思うね。だそれは日頃からだから意識して、あ伝わってる伝わってるって常に思ったら多分めっちゃ変わる。 でも意識してるやろ。意識はい、でももうちょっと意識してるって多分つもりであってできてなかったところも多分、つもりがねやっぱ多くて、伝えることは多分みんなできるんですけど、基本的にはもう全てがこれは伝わらない前提で喋るといいんですよね。伝わってないんじゃないかって常に疑いながら伝える。そうですね。あとお客さんとそのスタッフをなんか別で考えてたところもあるんで、はい、あそうやね、そこちょっと一緒にこう絡めれて、そうですね、すると仕事も楽しくそうですよ、ね、なるし慕われるし、ってなったら、お客様にもそれが伝わって、あーみさん慕われてるんやとか、しっかりされてるなとか、上手やなって思われる人になんかこの見えると思いますよね。慕われてますよ。慕われてますね。いや本当すごいんですよ。でも出てますよね。めちゃくちゃ気利く、もう気利きすぎてやばいぐらい全店の把握してるんですよ、いつも。もうで大体で亜美ちゃん2年生なんですけど、まあ、次3年生です、はい、今2年目です。でケイちゃんが今3年生で次4年生2人ともそうなんですよ。そんな風に見えないぐらい、そうだからもう全店の把握も店舗の把握して全部そのヘルプのこのあれとかも状況把握がもう超得意なんですよ、もう2人とも。だからやっぱり見てるんよ、だ意識してるんですよ。だから大丈夫だよ。はい、ありがとうございます。楽しみしかないですね。はい、楽しみ、ね、ありがとうございます、ね、ケイちゃん聞きたいことある、はい、言ってたやん。私はシンプルに香里さんのその人生というか、私ぐらいの時に何してたとか、こんなことしてたよみたいな感じ。なるほど。1年目2年目ぐらいとか、正直、こんなレベルの高い、美容師ではなかったんで、めちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、正直もうあれやこれやとか、もう毎日が必死すぎて、1年目の自分しばきたいですか。いやしばきたいしこれよう言う、いやもう今の子はほんまにすごいなすごいなと思います。で私結構田舎でずっと、なんかこうちまちまとやってた美容師なんで、基本的には仕事は好きなんですけど、なんかほんまに怒られないように生きることにいっぱいいっぱいでした、やっぱアシスタントは。なんでそんな周りのことを見たりとか全然、もうほんま自分のことでいっぱいいっぱい、で美容師一本ですごい駆け抜けてきたかって言われたら全然そうじゃなくて、いろんな仕事をしたんですよ。なんか辞めた時ももちろんあって、でもそれがなんか、まあ、もっとやってたらよかったなって今も思うけど、でそれが今の自分となって、そこの仕事もなんか
今につながってたりするところとかもあって、うん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 、まあ、本格的にちゃんとやりだしたのは、ずっと兵庫の方で美容師とアイリストをやってたんですよ。ちょうど6年ぐらい前ですかねに、その前のね、うんうんうん、ところに来て、全部できるじゃないですか。いや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 、いろいろ聞きが多いんですよ多分。で、美容師っていうところで業務委託っていうのを知らずに入ったんですよ、うんうん、そういうシステムがあるともわからないぐらい田舎にいたんで、うんうんうん、で入って、自分で数字つけないとやばいってなって、うん、顧客ゼロからどうやってお客さんを捕まえて、うん、それ気になる、それが気になる、うん、それが気になる、そこはめっちゃ気になるっていうのは、まあでもその時はやっぱインスタっていう部分でもうゼロから頑張ってたんですけど、うんうん、なんせネタがなくて、うんうんうん、まあスタッフやったり自分やったり、うん、とりあえずそこを1日3投稿で自分の中で決めて、うん、これをしないと遊びに行かない、お風呂に入らない、うん、寝ないって決めてたんです。そういうことですよね。はい、そうですね、うん、自分の中でルールを決めてそれをやり続けたってことは、うん、まあ、自分でも褒めてあげたいなって思ってて、あとはね、なんか昔から意識してるところで言うと、うんうんうん、これちょっと人によってできるできないはあると思うんですけど、うんうん、これもね、受け売りな話なんですけど、うんうん、ジャイアンと静香ちゃんの法則っていうのがあるんですよ。うん、ほう。はい。これね、私昔から結構ヘラヘラしてて、うん、第一印象すごい、なんやろ、優しそうとか、うん、愛嬌あるよねって言われてきたタイプなんですけど、なんか、やっぱクールな人っているじゃないですか。うんうんうん、なんかこう、ちょっと冷たそうに見える人。うんうんうん、まあ、例えばそのジャイアンと静香ちゃんで例えると、うん、なんか静香ちゃんって日頃めっちゃいい人、うんうん、優しくて何でもできて優しいって感じなんですけど、ジャイアンってまあやって横暴で自己中で、まあ、嫌われるじゃないですか。でもなんか映画版とかでたまになんかちょっといいことするだけで急にいいキャラになるじゃないですか。めっちゃわかります。静香ちゃんは日頃結構100点満点やのに、ちょっとなんかしただけでめっちゃ嫌なやつに見えるというか、なんかそれがね、私その静香ちゃん側やったんですよね。で、そのクールな、なんか日頃何も愛想振ってない人がなんかちょっといいことするだけでそっちにみんな持ってかれるんですよ。これがもう昔からすごい嫌で、なんか得よなって思ってずるいと思って、私もそうなりたいと思ったんですよ。まあでもお客様にそれをあんましすぎると、まあ、ジャイアンになりすぎるとあれなんですけど、まあね、なんでインスタ上では結構こう気高いというか、はいはい、お高く泊まるキャラを作り上げて、あ、なるほど、実際あったらこういうバチバチとかね、はいはい、関西弁コテコテやからね、親しみやすさを出すっていう、これで関西弁コテコテってやばいよね。そう、ギャップ作りって結構大事かなっていうふうに思いました。確かになんかやっぱね、美容師って商品なので、うん、なんかやっぱこうね、ギャップがないととか、こうなんかパンチないとって思う、うん、ところで、ね、なるほど、作戦は必要かなと、はいはい、まあ総合的に言うとやっぱり決めたことをちゃんとやり続けるっていうことが、うんうん、まあ大事なのかなって。一番難しいですよね、これが。難しいよね。そう、いや今日はもうすごく勉強になりました。ありがとうございます。そうです、ありがとうございます。改めて深く話してみると、はい、なんかどっちかというとなんか僕の若い時やってた感じに近かったかもしれないですね。ほんまですか。はいはいはい。で、感想はなんかね、若い時のね、褒めてあげたいとかしばきたいとか自分をこう客観視してこうちゃんと褒めるべき部分としばきたい部分と両方持ってはるなと思ったんで、はい、僕もそこあって、なんかそういうの聞いてたらやっぱりこうなんかプロセス一緒やったんかなっていう風なのは感じました。はい、やりきりましょう僕らも、はい、負けずと、はいはい、ね、盛り上げていきましょうね。はい、盛り上げて業界よろしくお願いします。はい、お願いします。かおりさん、今ね、ここってスタッフさんとか募集してるんですか？あ、そうなんですよ。ちょっと今年2店舗目っていうところで動いてて、アシスタントはもうありがたいことにちょっといっぱい埋まってしまったんですけど、スタイリストさんを、はいはい、中途スタイリスト、はい、業務委託でも正社員でも、はいはいはい、大丈夫なんですけど、そこをちょっと募集していまして、そうなんです。一緒になんか、ぜひ。はい。なんか私のブランディングっていうよりは、うん、お店のブランディングとかじゃなく、なんかこう、うちのなんかコンセプトとしては、うん、いろんなジャンルのスペシャリストが欲しいんですよ。ああ、なるほど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 。なんで、なんかよく言われるんですよ。香里さん風にならないと入れないんじゃないかっていうのじゃない感じで。ああ、ああ、はい。その辺ね、インスタ上へと伝わらないんで。そうなんですよ。あ、まあ、ぜひ、ベロチャンネル使って、はい。ありがとうございます。なんで一緒に盛り上げてくださるスタイリストさんを募集しておりますので。はい、で、インスタもようやく1万人行きました。あ、行った、そう。はい、行きました。おめでとうございます。ありがとうございます。僕もね、うん、見てて、あ、
やっとおめでとうって心の中で思ってました。そうなんですよ、話題になった、はいはい、あの100万再生、ね、はいはいはい、してもらった、はいはい、あの動画に見てもらったら分かると思うんですけど、うんうん、もうスタッフに対するあの思いとか愛はどこにも負けないんで、なんかそういう部分で一緒になってこう盛り上げてくれる方、はいはい、大募集中なんで、あの、はい、インスタの DM から、あの、あ、そうですね、気軽に。じゃあインスタの概要欄貼っときますので、はい、ぜひあのお願いします。はい、はい、じゃあそれでは今日は香織さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。よう、ちえちゃんにジャイアンほんまジャイアンやわ。うちの右腕のね、右腕の女の子いるんですよ、もう初期からいる。ほんまジャイアン。いや、もういや、ジャイアンって言うてるやろ。そんなふうに全く見えない。やっぱりジャイアンっすよ。はい。